DJ ワイヤナだけ、先行がエネミー、後攻がカーター、先行エネミー発祥節4本、レディーファイト。バイクは戦うためにある、はばかるためばぶち壊す、ピッチャーエネミー、そっからエレキテッチャーなくエネルギー、それを振り絞っていく、このビートの上の出口が出だし、いつものこの上でビート乗りこなせる、どっちが効果に合うか、ラフのシーン、ミッションコール、考えることも重要、そこで帰ることしなくと根性を見せるとも、そこの音の乗りこなし、横揺れ縦揺れ、なんでもいいここでかますぜ、よそこでアクセル組みっぱなしの、組は組みっぱなしの、今そのリアルだけを現場伝えてきた MP、 これが強調かどうか、 MP から TOK ファンよ、見せつけるぜヒーロー絶対ショー、そっからうちでのことじゃないぜ、金のなるビーチ、そっから音は出していく、そのサウンドを耳に流し込みながら、長いタイヤからの滝のごとく飛び干していくカーターさんのことを、どうした気がしてて、お前マイク引っ込んだろう、うちでのことじはいらねえ、武器はこいつの声だけ、それが分かるやつだけできる、どんな乗り方とかしょうもねえだ、こういうことならば俺でもできる、息が切れたところからさ上がる症状は、たどり方だ、遊べなきゃいけない過去だと引きずらなしで、今リアル現在進行、それで生きている現場のビーボイ、そこの希望も掴み取っていく、この右手そっから引き返すことはできねえ、俺は MP それだけを取りて、ブレイクの B からクイズズシーン、俺がミスターミスターキャッチャー、テキサスピーキンのシワの中、いやお前の脳天とここに直球、ゴーストリークまだまだ引き手抑えが効かねえ、もうこのままずっと聞いてたいんだ俺は、マジで本当。二人ともマジで俺は最高だと思う、みんなもそう思ってると思うよ本当。でも決着つけなきゃいけねえマジで、残念だけどバトルだから、オープンマイクだったらもう2時間半やってもらいたいですよマジで。でも勝負を決めよう、しょうがねえ、決まったってやつはどのぐらいいる、一人一回だけ右手の声お願いします、行こう、先攻のエネミーの勝ちだと思います、後攻のカーターの勝ちだと思います、というわけで、第15章戦国 MC バトル東京予選のチャンピオンはエネミー、みんなカーターにも大きな拍手、マジイケてたぜ。